進水、ゲーテン完了です。スタートしました。15番東進マカオがわずかに好スタート、好ダッシュを見せていますが、西から7番のジュミニヘッドが前を伺います。さらに16番グレートゲイナー、そして外16番オタリオバー3番手、16番シアオンスティックが上がります。インコースからは2番の吉野ミスターも前へと上がっていきました。この後2番の前で15番東進マカオは先端の後ろ、2番のビッグシーザー、その位をつけながらの追走8点を切りました。11番の2番に来て最後1番のワンスライクが中断、その後1馬身6番のボンボヤーキ中断の後ろ、13番ダディーズリミット3号コーナー中間、9番のシュバルスカイザー6曲を切ってインコースは3番シューナーハクラク、あとは12番のカイザーベランジェ後方から3投目、5番のマテンローリオンが行って、その後から8番のバルサムノート最後方から進出、4着を手前は第4コーナーカー、4番グレートゲイナーが先頭で第4コーナーから直線、未来3択、1、2、3番、出しましたけど。
まだ未熟なところが多いですが毎日全力で過ごしていくので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。初勝利を挙げました柴田雄一郎騎手でした。何かあるのかもしれない。